ーの。ごめんなさい。そうなんや。大丈夫です。少し油断していました。この力使っても平気なんだよね。えい、そうだフェデリーカ、今度街での仕事について聞かせてくれないか。もちろん構いませんが。勉強熱心なのですね。やめろ、からかうな。いいものは見つかった？どうだ。お昼。私お腹空いてきちゃったよ。さすがに身長の伸びも止まったかな。言われてみれば。なんかもう昔のタウが思い出せねえよ。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか。ティアふふ、私がそんなに几帳面に見える？鍵が役に立ったね。どこに行くの？せーの。
旅先で歴史のある遺跡とか遺物と出会うのが一番の楽しみだね。私も面白い素材に出会っていろんな調合をするのは好きだな。面白いものを見つけたらサオ君に送ろうかな。見つけたな。移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。
相変わらず乗り心地がいいね。またよろしく。私のことを知ってる人と会ったんだ。怖え、有名人じゃん。取引先の人か。バレンツ商会もどんどん大きくなってるな。夕方だ。今日中にやっておきたいこと他にもあったかな。空き時間には素振りでもしておくかな。相変わらず大きな剣を使ってる。敵だ、気をつけろ。行こう、ライザ。行くぞ。クラウディア、一緒にやってよ。とどめだ。たっ、立つよ。貴様を斬る。こいつで解決作れるかも。は任せる。ライザ、頼んだ。鍵の力を使えば。これに決めた。さあ、行くわよ。くらえ。貴様を斬る。よし、今ならいけそう。お前、ライザさん、お見事です。はぁ、はい、お見事で決める。おのめだ。私たちの勝ちだね。このスタイルが馴染んでるからな。そうだ、タオ、武器交換してみるか。敵だ、気をつけろ。ライザの錬金術、期待してるぜ。ちょっと不思議かも。まだまだ。はい、不思議なようにフェデリーカ。やっぱり終わりだ。狙い撃つ。あれだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか。君に足りません。まだまだ。光の花吹雪で追いつけんのだ。私たちの勝ちだね。みんな無事でよかった。